博多駅地下街は、福岡県福岡市博多区の博多駅博多口にある地下街である。マイング博多駅名店街、博多一番街とともに、株式会社博多ステーションビルが運営する。愛称は、駅地下。福岡市地下鉄博多駅の博多口側コンコース広場に隣接しており、当該コンコースから、博多バスターミナル、博多新三井ビル、 福岡朝日ビルにそれぞれ伸びる地下連絡通路に沿う形で地下街を形成している。地下街での買い物や食事の他に駅前の交通量の多い通りを避けて横断できる通路としても人通りが多い。博多駅の現在地への移転や博多口の旧駅ビルの開業4月からほどなく開業し、博多駅界隈でも古い歴史を持つ地下街である。 食堂街一番街は2007年4月から、新駅ビル JR 博多市ティ建設工事のため、休業し、2011年3月3日の新駅ビル、開業時に、博多一番街として、リニューアルオープンした。博多一番街、博多駅地下街ともに、新駅ビル JR 博多市ティや、博多駅前広場南よりの地下施設とも直結、あるいは地下鉄コンコース経由で連絡する。 2011年10月31日には、前述の、アミューチカと福岡センタービル、西日本シティ銀行、との間が、歩行者用通路、若田駅前通り地下通路で結ばれた。住居表示は、福岡県福岡市博多区博多駅中央街地下1号の5号。駅周辺などについては、博多駅の項目を参照されたい。AAB 屋内即位普及発展に関する、 調査研究報告書、財団法人ニューメディア開発協会、アミプラザ博多の地下街、アミ地下、駐輪場、駐車場、博多口交差点を横断する新地下通路、若田駅前通り地下通路など、福岡センタービルと隣の福岡朝日ビルの地下1階が、サンプラザ地下街。ありがとうございます。